はい、えー、トライアル生からですね、お渡せいただいたので回答していきたいと思います。えー、吉田さんお世話になります。僕はハンドルネームで活動しており、えー、現在えー、販売用のコンテンツを作成中です。今回は銀行振込について質問させてください。銀行振込をしてもらう際、個人口座名義は本名の個人口座になってしまうのですが、お客さんの印象は良くないと思われますが、やはり個人事業主の口座を作るべきでしょうか。カード決済やスタイプを使えるようにしています。ということで。 まあすみません。僕はですね、あの、当時、えっ、ー、と、まだ会社、あの、鹿児島で独立した当時はね、一番最初の方は、まだ会社作ってなかったので、ずっと個人名義でやってました。ずっと。はい。だから、まあすみません。この質問に対しては、すみません。僕は、今はすみません。会社の講座ありますけども、昔一番初動は個人講座でやってました。ずっと。はい。で、今回、ちょっと、あの、 僕が個人口座でやっていて、あの、こんなことあったよっていうところでお伝えしたいんですけども、僕ね、最初楽天銀行をやってたんですよ。楽天銀行。で、そもそもずっと楽天銀行でした。そもそも僕の場合はクレジットカードもやってなくて、楽天銀行の個人名義のところでずっとやってました。ずっとです。で、その途中の中で、お客さんの方から、すいません、クレジットカードちょっと、ないですかみたいな。 のが、要望があったんで、その時にペーパルを入れました。だから楽天銀行の個人、個人とえペーパルでやっていたんですけども、えー、ここに書いてあるよね。楽天銀行凍結になりました。なんで、まあ楽天銀行今わからないですけど、結構ね、僕も楽天銀行凍結で調べたことがなくて、結構調べると凍結になられてる方が多くて、あ、結構凍結になってんだな、みたいな。で、僕が凍結になった理由 がまあここのまあもちろんその AI ですよね感知してると思うそうこのなんだシステムのアルゴ何か異常を検知した場合っていうところで当時、えー、その僕が楽天銀行凍結になった時は、まあ、お客さんの入金がまあ、個人口座に、まあ、パン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 ありましたとであって ATM から、えー、下ろしてたんですね多分まあ僕がやってたのはそれです、はい、お客さんから一 パン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 入金がありました。で、ATM から抜く。えー、まあ、あの、コンビニですね。うん。まあ、そんな感じでやってたんですけど、えー、まあ、な、まあ、それがアルゴリズムになんか検知されたのだと思います。要は、多分ですよ、個人、まあ、これね、結構調べてみると、転売やられてる方とか、ま、あ転売、ヤフオクとかでそうか、転売でやられてる方って、まあ、 まあ今はメルカリとかはちょっと別枠だと思うんですけど、ヤフオクとかだったら直入金でやってた時あるじゃないですか。今はい、ヤフオクとかちょっと変わってると思うんですけど、でも未だにヤフオクとかで直入金でやってる人とか、あとまあ、その、要はまあ、入金が多い人ですよね。なんかそういう人は結構凍結になるっていうね。うん、なんかいろいろ調べたらそうでした。あとね、動画の方も出てます。 楽天銀行凍結で調べていただくと、えー、凍結になった人が、まあ僕もね、動画出てきますけども <laughs>、あの、なんだ、結構出てきます。うん、なんかね、ちゃんとやってる、ちゃんとやってるというか <laughs>、まあ僕ちょっとすいません、あの情報商材ってちょっと、なんかあの、世間的にはなんか微妙な、あの、いかがわしいじゃないですか、情報商材やみたいなレッテル貼られてるんですけども、なんかね、 普通の綺麗ななんかビジネスでやられてる方も凍結になるみたいな。だからまあ結局その入金が多かったら、あの、入金が多かったらまあなんかそういう風になるんじゃないかなとは思いますね。まあ基本的に個人口座って大体その給料の振り込み月1回とか、まあそんなに100件とかもないじゃないですか。どうですか。個人口座に100件入金あるとか、まああんまないですよね。 まあ僕はもう銀行一つでやってましたので、うん。なんでまあ。 そこだけ気をつけていただければいいんじゃないかなと思います。要は、個人口座で、その100件とかもうパン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 入金があるっていう、まあ、数件とか数十件だったらまだいいと思うんですけど、まあ、ボリュームが上がってきて個人口座で、その100件もなんか入金があるって、ちょっと、このアルゴリズム、システムのアルゴリズムに検知される可能性はありま、あるんじゃないかなっていう話です。まあ、これは楽天銀行にとどまらずですね。うん、僕はまあ、楽天銀行で凍結になりましたけども、うん、 そうまあこれはちょっとね楽天銀行もし使っているんであれならばちょっとあのー、なんだあのー、これとか新しい去年ですよねこれ大ショック2022年7月14日これ去年の去年ですねこれねこうフリーランス物販物販フリーランスこれまあまだ未だに凍結あるところですねうんまあそこだけちょっとあの僕の実体験からあのお伝えしておきますけども ま、なんすかね。まあ、ちょっとぐらいだったら全然大丈夫だと思いますよ。最初の。なんか、うん、数件ですよね。ただそれが何百件単位になってくると、ちょっと注意かなっていうところですね。うん。まあ、まあ、50、60件でもあれかもしれないですけど。うん。本当ね、凍結、まあ、あと最後のオチとしては凍結に僕なりまして、で、楽天銀行さんと、まあ、その、なんだ、その、明細書 その取引の明細書遅れみたいなこと言われたりとか、あとはその身分証明書遅れとか言われたりとかして、まあ、結局その、あの、まあ、口座復活はならなかったです。で、僕の場合は一応全部いろんな書類を送って、でもすいません、復活はできないので、解約という形になりますということで、半年後ぐらいにお金が引き、あの、指定の口座に振り込まれました。その、残ってたね。 だから6ヶ月間はもう何もいじれなかったですね。で、6ヶ月間ぐらい経って、まあ、解約という形になって、6ヶ月後に、えっ、ー、と、指定の銀行口座に振り込みがあったと。その、まあ、残金残ってるやつですね。だからね、6ヶ月ももう、何も使え、塩付けたら使えないという状態ですね。でも、最悪は、その、解約っていうことにもならず、没収というか <laughs>、なんですかね、 なんかそのお金プールされたままになるケースもあるらしいですけどね。まあ僕はまあ良かったですけど、ただ6ヶ月間は資金使えなかったのはきつかったですけど。<laughs> まあそこで、あの、のキャンペーン、なんかキャンペーンをね、なんかやってましたね。うん、あの、口座凍結になった時にキャンペーンをやってましたね。うん。はい。僕の動画どっか行っちゃいましたね。 なんかね、口座凍結になってすぐキャンペーンやってましたね、僕。はい。<laughs> 結構でも回ってますね、これ1700回回ってんな、はいはい。ということで。えー、あ、そう、セドリとかその転売ですかね。まあ、やられてる方はお気をつけいただければいいんじゃないかなと。まあ、コンテンツ、もコンテンツも結局一緒ですからね。あのー、売れて結構入金があったら、あのー、あれですから。うん。はい。 ということで、えー、まあ僕自身も個人講座でずっとやっていましたということなので、印象が良くないと思われますかということなんですけど、どうなんですかねわかんないです。<laughs> まあ結論大丈夫です。僕は大丈夫としか言いようがないですね。うん。ずっとやってましたんで。まあ凍結になるまでやってました。はい。ということで、えー、質問いただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。